どうも、バンです。昨日の、ミンツク党の、記者会見ですね。これを受けて、いろんなところでね、波及して、エド国党界隈の進展がね、いろいろありますね。で、今日はですね、今日もいろいろ動きがありましてですね、旧エド国党ですね、立花さん一派、の方がですね、大津彩香氏の会見を受けて、記者会見、緊急記者会見ということで、ニコニコニュースの方でね、こちらの方も動画が上がっております。ライブ配信ですけれども、アーカイブでね、拝見いたしました。ちょっとまだ途中なんですけども、1時間41分46秒もある動画でしてですね、ちょっと全部はまだ見切れてないんですけども、ちょっとね、注目すべきところが出てきたんで、もう早々にね、動画に、させていただこうというふうに思います。この動画、ニコニコニュースの方で動画に上がってます。タイトルがライブ、過去ライブですね。NHK 党が大津彩香氏の会見を受けて緊急、記者会見発表というふうなね、タイトルですね。NHK 党っていうのは要するに、立花さん一派のことということですね。で、まあ、もう早速ながらですね、注目すべきポイントを、2つ挙げました。53分22秒です。概要欄の方にリンクを貼っておきますけれども、村岡弁護士の方がですね、このように述べておられますね。11億円の負債がですね、この党にあると。この負債がの NHK 党の方にあるのか、民族党の方にあるのかっていうのはですね、非常に難しい問題で、その内訳もそうですし、今後どうなっていくかっていうのが非常に見物なんですけど、見物って言ったら失礼ですけどね、注視したいところなんですけれども、この11億円、これ債権者の方がですね、村岡弁護士の方がね、何人かの債権者の方に、インタビューをされて、誰一人、立花さん率いる NHK 党の、この11億円の使い道ですね。に対して文句を言わなかったっていうようなね。そういうような、ことをおっしゃってます。53分22秒です。そりゃそうですよね。だって、立花さんの、まあ言うたら、非常にコアな、支持者。つまりもう熱烈に、立花さんを支援している人だからこそ、まあ、立花さん率いる NHK 党にお金を貸そうと。いう方ですよね。で、まあ中には、なんじゃそんな使い方 してというふうな方がおられるのかと言いやですね、やっぱここは人間の心理ですよ。やっぱり自分がお金出したものがですね、あぶくになったということをですね、認めたくないという心理はね、ある一定働くと思います。まあ歪曲してでもですね、それが正義なのだと。いうふうに思いたい。これはもう人間の当然の心理だと思います。で、結局のところですね、まあ、ここにね、豪遊浪費って書いてますけれども、まあ、一時期というか、まあ、今でもちょっとそういうところはあろうかと思いますけれども、まあ、立花さんを中心とする、まあ、ごく一部の、NHK 党のね、役員の方が、豪遊浪費をされているというのはですね、まあ伝わってきますよね。何年も前から、まあこういう傾向ありましたけれども、やっぱりそういうところが治ってないですよね。で、この豪遊浪費についても、やっぱりそれは党の盛り上げるためだとか、有力な立候補者を、獲得するためだとかね、いろんな理由をつけて、で、まあ支援者の方もね、それが理由になって、正当な行為であると。問題のない行為であると。多額の、まあ、豪遊浪費が行われていたとしても、それは、政治の一部だというふうなね、バイアスがかかってるんだというふうには思うんですけど、僕はどうかと思います。で、あともう一点。54分15秒です。もうちょっとしたところですね。同じく村岡弁護士がですね、国民から負託を受けて、こういう活動をしてるっていうふうなことを言われたんですけども、これはですね、債権者の、370名かのうちの何百名かの方に村岡さんがヒアリングをして、誰一人文句を言わなかったっていうことのですね、誘導だと思います。国民から負託を受けて、やっぱり国政政党というのは動くもんである。それは当たり前の話ですよね。で、ところがですね、この後ね、
村岡さん、ちょっと国民から負託を受けたっていうのはですね、ちょっと言い過ぎだなと思われたのかもしれないですけども、言い直されてます。有権者から負託というふうに、そっちの方が適切な言い方ですよね。一票を投じて、もらった方に、はやっぱり、言うたら、負託を受けて、国政政党がもうこれまで動いてきたんだというふうにおっしゃいましたけれども、やっぱりね、一票を投じてから、それが政党が動き出して、で、成果が出るまでっていうのは非常にタイムラグがありますよね。なので、やっぱり、なんて言ったらいいんですかね、何度も言うようですけど、豪遊浪費があるような政党に関してはですね、もう次はないんじゃないかなというふうには思いますね。ただ、これもですね、一票を投じた人にとってみればですね、いや、これは豪遊浪費ではないと。この NHK、打倒 NHK というね、ことを考えたら、これも、またしっかり、必要な、経費なんだというふうな、言ったらバイアスみたいなものがかかる可能性はありますよね。だって自分が一票入れた人が、やっぱりね、豪遊浪費だっていうふうなことになってしまってはですね、やっぱり具合悪いんですよ。だったら、バイアスっていうのはですね、言ったら、どう言ったらいいんですか、電気的なトランジスタ作ったり、設計した方がある方だったら分かると思うんですけども、言ったら増幅みたいなもんですわ。簡単にざっくり言うとね。で、それがですね、働いてしまうというふうなところはあろうかと思います。で、結局のところですね、NHK と何が問題なのか、というふうなところをね、ざっくり一言で言うと、やっぱりね、ここに書いてありますよね。言い方一つなんですよ。違法な支出とまでは正直ね、言えないと思います。何しろ政党、助成金、政治資金規正法等でですね、特に政党交付金ですね、使途は自由なんですよ。何に使ってもいいと。非常に曖昧ですよね。で、なので、結局のところは違法な支出っていうふうな言い方をすると、これは非常に具合が悪い言い方になります。で、ただですね、場合によってはですね、背任とか、横領とか、そういうことに、事実上該当するというように、司法が判断すれば違法な支出ということになりますけども、例えばですね、やっぱり、政治を動かしていく、国政政党を動かしていくためにはですね、お給料、ですね、役員の方へのお給料も必要になってくるということを考えたら、そこでね、違法な支出が行われているとまでは言えないというようなね、そういうような考えにはなろうかと思うんですけども、これもやっぱ程度の問題で、やっぱり NHK 党ですね、立花隆さんの独裁の政党ということを考えたら何でもありみたいな、そういうところが実際あるっていうのはやっぱ伝えてきますよね。だから、言い方一つですね、この違法な支出って言い方したら、やっぱりね、決めつけたらダメだと思うんですよ。だから、大津博さんに僕は提言したいのは、こういう言い方すると上げ足を取られてしまうんで、こういう言い方ですね。不明瞭な支出であるとか、問題のある支出、不適切な支出、こういうような言い方に全部統一っていうか変えた方がいいと思います。この3つ、大体同じような意味ですよね。で、そこでですね、いやもう、問題があるかどうかは人それぞれの価値観なんだというふうにおそらく立花さん一派はおっしゃるでしょう。立花さんもおそらくそうおっしゃるでしょう。で、結局のところ次一票入れたり、それから、お金を貸そうかっていう人がですね、豪遊浪費をするような立花さん一派がもしあったとするならばですね、次からはお金は借りられないでしょうし、次からは一票は入れ、もらえないであろうということになろうかというふうに思います。はい。というわけでね、今日もいろいろ遠国党関係で、いろんな動きがありましたけれども、僕が今日思ったことについてはですね、この2点ですね。村岡弁護士の方、非常にね、雄弁で、流暢に立花さんを支援するような会見をされてました。すごく、とか、とか言わずに、やっぱり相当頭のいい方なんでしょうね。
頭の中が整理されて、で、会見を行われてるんだなというのが伝わってきましたけれども、ちょっとね、この国民から負担、これはちょっとね、まあ、もちろん、これはもちろん、その通りなんですよ。その通りなんですけれども、やっぱりね、ここまでね、豪遊浪費があると、やっぱりね、それは、まあ、国民は、まあ、3年前、立花孝志さんが参議院議員になられた、あの時であればね、まあ、それほどではなかったと思うんですよ。そっからですよ。やっぱり政党交付金っていうね、億単位の自由に使える金が入ってきてから、やっぱりおかしくなったんじゃないかな、というふうに思いました。はい。以上です。ではでは。あ、そうそう。ちょっとね、カメラの設定変えました。見やすくなったんじゃないでしょうか。ではでは。